オトビサシガメアイシンダス・オブスクルスはサシガメ科の昆虫の一つ。この類では日本で最も大きいものの一つで、時に越冬のために人科に侵入する。全身が茶褐色で黄色の微小な柔らかい毛を密接している。体長は 23mm 程度。小さいものは 20mm から大きいものは 27mm にも達する。頭部は細長くなっており、 その背面は黒みを帯び、また副眼は光沢のある黒色をしている。頭部の背面には左右の副眼をつなぎ、単眼の前方を通る線に沿う横溝がある。触角はとても長くなっており、褐色で四節からなり、第二節の先端方向半分が黒い。また、第一節が最も長く、第三節がこれに次いで長い。前胸背は後方で幅広くなっており、 背面は前半部が盛り上がり、その中央には縦溝が一本走っている。この前胸背の前の両端、前半部の終わりの側面は多少ながら棘状に突き出ている。またその後方、前胸背の一番幅広い部分も左右に突き出している。小立て板は中央が隆起している。前首はその先端が腹部の末端にまで届き、膜質部は大きくて、 やや同色の光沢がある。腹部側面の結合板は、オスではさほどはっきりしないがメスではよく発達して、両側に突き出ており、暗褐色だが、各節の交端で色が淡くなっている。ふわしは強大で、体の仮面とともに、茶褐色で、全身を覆う柔らかい毛がそれ以外の部分より、一層著しくなっている。性的蓋なりは腹部の形に見られ、オスでは、 腹部の幅が前胸性より狭いのに対して、メスでは前胸性より腹部がはるかに幅広くなっている。産地の木の栄に見られるもので小型の昆虫類を捕食する。小田田は果樹園での草木ムチの調査で本種が越冬前後に草木メを頻繁に捕食していることを報告している。越冬体は成虫で樹皮の下あるいは樹幹の空洞などで越冬し、 その際に群れを作ることがある。織田は、この越冬集団形成の初期に、同様の環境に集合して越冬する、草木カメイムシを捕食すること、また、そこで本種の交尾が見られることを記録している。本種は、この越冬の場所に家屋を選ぶことがしばしばあり、問題となることがある。織田はまた本種メス成虫を、草木カメイムシの幼虫を餌に飼育し、以下のような結果を得た。 越冬を明け、4月より飼育したメス個体は当初は5日に1頭の餌を取り、5月中旬に産卵を開始、餌を1から2日に1頭捕食しながら産卵し、最終的には10個の卵塊を産みつけて6月下旬に死亡した。卵は筒状の形で、長さ2 8ト、mm、ル、幅1ト、mm、ル、これを13から27個、平均21 一つの乱としして散乱した日本では本州、四国、九州と津島に、国外では朝鮮半島、中国、ブータン、インド、パキスタンから知られている。産地の木の絵に見られる。古くより数の多い人の判断があり、石井他編には稀でないとあり、またや永が他にもよく見られとある。例えば、小田田は、 奈良県の果樹園における草木カメムシについての調査で、草木カメムシの1、10程度の個体数の本種がいることを示した。本種の属するオートビサシガメ属は、ニューギニアからインドに渡る地域を中心として6種が知られるが、日本から知られているのは本種のみである。本種は、日本産のサシガメの中では、非常に大柄で、そのがっしりした体格から判別は容易である。 体長で見ると普通種の島シガメで13から16ミリメートル、大型種とされる横綱シガメで16から24ミリメートルと、本種はそれよりさらに大きくなる。安永田と石川他編で見る限り、日本産の本科のものでこの大きさに達するものは他に、いない。サシガメ類は、多くが、昆虫などの小動物を捕食する、肉食性の昆虫であるが、 人が捉えるとその興奮で刺すことがあり、往々にひどい痛みを与える。本種は、それが頻繁にあるらしく、例えば川田区、川村ではこれについて触れた記事で真っ先に、本種の名を挙げており、また維新保護編は最終の際の注意として、これに触れ、その頭痛は容易に去らないとしてあり、さらに安永保護でも、刺されると、激しい痛みがあるとわざわざ記している。 この二書には他にも、差し紙が,が取り上げられているが、石井放火編では本種のみが、安永放火編では同様の記述がある四種の一つになっており、いずれにせよ本種による被害が多いことを反映していると思われる。また本種は越冬の際に成虫が集団で物陰に集まる習性があるが、その行き先に人家や家屋を選ぶことがあり、問題になる例がある。小林、木村は、 東北地方の営林署所の事業所に集まったカメムシについて調査を行い、調査対象の75%でカメムシの集団が侵入したこと、その主たるものはクサギカメムシなど4種であったが、本種はそれらに次いで数が多かった。他方、昆虫などを餌とすることは害虫を食べる液虫、という判断も可能であり、オ田が害虫であるクサギカメムシの個体数の研究において、 本種を扱っているのは、この意味を込めたものと思われる。上記のようにこの中で、著者らは、本種が越冬のために集合する中で草木亀を捕食していることを明らかにしており、この時期の草木亀個体数の変動に本種が一定の役割を担っているとした。以下、種として、石井保花編、P253 安永保か、P173 安永保か、 P173 安永ほか、P173 安永ほか、P173 石川田編著、P261 安永ほか、P173 石井ほか編、P253 安永ほか、P173 石川田編著、P261 引用ともに、安永ほか、P175 八戸川田区、河村、P143、 ちなみにこの書には本書に関する記載はなく、この記事での言及が本書に触れた唯一の部分となっている。石井保花編、P253 や安永保花、P173。ありがとうございます。